どちら様でしょうか。ですよね。ひょっとしたらこれは。どうも、はじめまして、片岡愛之助でございます。こちらこそどうぞよろしくお願いいたします。それ言います。はい、もちろんです。はい、じゃあ失礼します。どうぞ、ここ、じゃあ座ってください。どうぞ、せっかくですから。本物だ、角川さんの袋にちゃんと。律儀ですね。あ、そうですか。かなりリサーチしてくださいましたね。袋からも透けて見えてるんですけど。ちょっと大丈夫ですかね。うわ、すごい、めっちゃでかいじゃないですか。ちょっと初めて見ましたよ、これ。いいんですか、いただいて。やったねこれね、好きなんですよ。楽屋で小腹が空いたなと思った時にパクッと食べるにはちょうどいい大きさで、なんとなくこれでお腹空腹感を満たせるっていう感じですかね。わかりました。ありがとうございます。丁寧に。はい、一部じゃないですかありがとうございますこの時期にこんな、わわわ、いろんなところから、えらいたくさん持ってきてくださいましたね。すごいすごいどんなにですか
恐縮です。もうめちゃくちゃ嬉しいです。テンション上がりますよ。可愛らしい。ありがとうございます、ね。はい。見どころですか。これがね、実はね、まだ台本出来上がってなくて、何も分かってないんですよ。ということは、僕はセリフは一行も覚えてない。台本がないので、知りません。それは冗談ですけど、今ちょっとね、作ってる最中です。何回もこう、キャッチし合いながら、まあ、チラシはこれなんですけどね。もうこれが私なんですよ。番長皿屋敷ってご存知ですか？お菊さんが出てくる1枚2枚っていう井戸に沈められたという、あの番長皿屋敷の元が番衆皿屋敷なんです。で、その番衆皿屋敷の私、テスさんという役なんですけど、この人が悪いやつなんですよ。お菊様、まあ、言うところの貞子様の先輩に当たる方ですか。井戸生活でいうところのお菊様を井戸に沈めてしまうっていう、なんと恐ろしい男なんですけれども、まあ今回うまくお話しいただけたなと思うのは、その貞子ちゃんが出てくる井戸と播州皿屋敷のお菊井戸をかけ合わせてというですね、日本の古典のホラーというのを皆さんに楽しんでいただけたらな。そしてやっぱり時系列として難しいじゃないですか。その、貞子さんと私たちの世界が一緒にこう存在するという、ですからですね、行ったり来たりワープできるようなシステムがあったりとか、ちょっと想像つかないでしょ。楽しみにいたしております。そんな感じの、はい、J ホラー関係でございます。はい、そうですね。いや、実はですね、僕その J ホラー歌舞伎って貞子さんとコラボレーションっていうことだから、僕は貞子さんをやらせてもらえるのかなと思ってたんですけど、だから出なくてもいいかもしれませんね。出演シーンが。でもそうすると僕多分呪われそうなんで、出てください。注意すべき点はないと思いますね。なぜかと申しますと、貞子さんです。もうこれだけオーバーアクションだと、きっとこの松竹だとどこにお客様がいても笑ったり泣いたり怒ったりする感情がお客様に伝わるので、やはり舞台女優さんであるだけ舞台になってます。そうなんですよ、ありのままを出してください。もうでもね、この本当にご縁が僕あるなと思って、嬉しいなと思うのは、この YouTube 開設されたのが貞子の日でしょ。ということは3月5日ね、貞子、ちょっと無理がありますけどね。でもね、何がご縁があるなと思った、その1日前が僕の誕生日なんです。ちょっとニアミス的な感じでご縁があるのかなって勝手に思い込んでおりました。まあ僕登録してるんじゃないかな。はい、貞子ちゃんのね、貞ちゃんのお部屋見ましたよ。井戸があってね、ブラウン管のテレビがあってね、ブラウン管からやっぱ出てきてくれましたよね。すごい嬉しかったです。はい、ありがとうございます。ぜひ松竹座にも遊びに来てください。ほう、一番気になる角川さんの袋ですね、これ。何ですかこれ。すごい、もうありがとうございます。喜んで着させていただきました。 T シャツもかっこいいですね。着させていただきますね。はい、あ、これいいんですか。鈴木先生の本じゃないですか。貞子さんのサインは入ってないんですね。後で書いといてくださいね。よろしくお願いします。バイ貞子。あ、うちわもいいんですか。あ、そうですよね、確か。ぜひ見に行きたいと思います。
貞子の井戸暮らし。いいですね。じゃあこんなになんかいただき物ばっかりしちゃって申し訳ないんで、じゃあ私からも何かちょっとこうプレゼントを。じゃん。はい、私の手ぬぐいでございます。非売品でございますからお使いください。はい、それを首に巻いてでも出てきてください。とんでもございません。ありがとうございました。ありがとうございました。あ、ちょっと待って、一緒に写真撮ってよ、貞子さん。いきます。3、2、1。撮れました。ありがとうございます。気をつけてくださいね、前。いやー嬉しいな、本物に会えた。ただいまより大阪松竹座10月公演全ホラー歌舞伎貞子×再来式の制作発表を始めさせていただきます。それでは登壇者の皆様ご登場をお願いいたします。ここでリングシリーズ原作者の鈴木浩二様より本公演開催に向けてコメントを頂戴しておりますので代読させていただきます。日本の伝統英霊界の偉大なる先輩お菊様と共演できること、貞子はことのほか喜んでいます。それでようやく一人前の幽霊になれると感無量。井戸という住まいを同じくする者同士、積もる話も山々らしく期待に胸を膨らませている模様です。お菊さん、貞子のご指導よろしくお願いいたします。父より鈴木浩二といただいております。鈴木先生ありがとうございます。それでは続きまして出演者、片岡愛之助よりご挨拶を申し上げます。愛之助さん、お願いいたします。皆さん、こんにちは。片岡愛之助でございます。皆さん、お忙しい中、そしてお暑い中、こんなにたくさんお集まりくださいまして本当にありがとうございます。今回、J ホラー歌舞伎播州皿屋敷と、この貞子がコラボという感じなんですね。全世界で通用する貞子でございます。松竹座10月3日から始まりまして25日千秋楽ではございますけれども、まだ正直きちっとした台本も出来上がっておりません。初日空いてみないとどういう風なものになるのかは分かりませんけれども、全力で、歌舞いて、盛り上げていきたい。そして全世界で知ってくださっている貞子でございますから、できれば海外公演のと、夢の話ばっかりしておるのでございますが、まずは、この10月の松竹座無事に終了まで務めさせていただき、みんなで盛り上げ、そしてその3日後10月28日には貞子の映画、これもロードショーでございます。共に盛り上げていきたいと思いますので、どうぞ皆様よろしくお願いいたします。ありがとうございました。それではこれより質疑応答のお時間に移らせていただきます。愛之助さんにお伺いします。愛之助さんがこの貞子のリングシリーズの関わり、これまでどのように並んできたかと、愛之助さんがそのあたりについてお伺いできますでしょうか。一番最初に拝見させていただいた時は衝撃でした。怖くてしょうがなかったです。貞子の井戸暮らしっていう YouTube があるんですけれども、非常に可愛らしいんですよ。貞ちゃんって感じなんですけれども、本当に普通にただ井戸から出てこられるだけなんですけれども、ちょっと画像が変わったりするだけで何も怖いことしてないんですよ。ただ動いてるだけで本当に怖かったりするので、J ホラーはものすごい怖くなると思います。今回確認なんですけど、
ど、今回の作品は皿屋敷のところに貞子が入ってくる感じ。どっちもの世界が融合されている感じですね、うん、はい。一つのものが融合するなら、はい、怖さ倍増。そういうことですね。怖さ倍増でございます。倍以上かもしれません。もう怖すぎて見るのが嫌なんていう人がいても困るので、そこら辺はお手柔らかにお願いします。ホラーって、愛之助さん、やっていてご自身は怖くないですか？こんだけ悪い役ばかりやってる。悪い役、そうですね。悪い役っていうか、この、そうそう、悪いやつは、やってる方はすごく楽しいですよ。確かに今月の四谷怪談もそうですけど、まあ、最初に出てきて引っ込むときは拍手がすごい多いんですけど、だんだん引っ込むたびに拍手が少なくなっている。お客様全員的に回してんじゃないかなって私そう思うんですけれども、まあこれ役どころか仕方がないんですけれども、今回サダコもう一回映画見といた方がいいですか？今回サダコぜひ見ていただきたいですね。はい、やっぱりそういうのがあった方が楽しめるじゃないですか。ですからぜひ見ていただけて、まあ、そして28日からのロードショーも見ていただけるのもバッチリでございます。はい、ありがとうございます。Thank you.